ああマジか。おいこれはやばい。オギ、どうしよう。焦るな俺。とにかく落ちた輸送機に何かあるかも。水はあるかな。何かある。行きますか。砂は嫌いだ。よし。暑いな。とにかく水を探そう。で、水を飲みたい。井戸だ。ありがたい。引き上げるんだ。冷えてなくていいから。なんでクソ。クソ。
冗談だろ。どうしよう。よし。どこにいるサーリー。どこにいる。頼むよネイト。あれはオリオン座。あれが北斗七星。くそ、海軍に入ればよかった。俺は誰と話してるんだ。ヘトヘトだ。サリー、助かった。歩くぞ、歩くぞ。このしがみつく根はこの砂利からどんな枝が生えてくるのだ。待てよ。人間の声をお前には分かるまい。あれはお前には壊れた偶像の山だけ。井戸だ。太陽が照りつけ枯れ木には木陰すらない。コオロギが慰めにならず乾いた石からは水音もなし。クソ、ぐるぐる歩いてただけだ。クソ、まあ、畜生ネイト。まぬけ、まぬけ、まぬけ。ただこの岩の下には影がある。赤い岩の下の影に来なさい。違うものを見せてあげよう。明け方背後を大股で歩く影でもなく、夕方背伸びしてお前を迎える影でもない。ひとつかみの死の灰でお前に恐怖を見せてあげよう。なんてこった。横になりたい。とにかく横になれない。ネイト、サリー。ネイト、サリー、起きろ。助けてくれ。さあ手を貸せ。
ずっと探していたんだ。見つからなかった。どれだけここにいたんだ。そう、サリー、サリー、よし、俺はやる、俺はやる。サリー、もうすぐだ。サリー、あ、助かった、村だ。新機能だったとか、そんなのなしだぞ。